こんにちは。今回は慢性痛ですね。痛みの時、慢性痛の時に温めた方がいいのか、冷やした方がいいのかっていうお話をしたいと思います。はい。で、先週私この指、はい、ぶつけて内出血して痛かったんですけども、こういう場合はね、急性の痛みなので、ベーシック基本的なところで言うと、冷やしてで何日か経ってから温めるっていうのがいいんですけども、そんなに程度がひどくなければ何もしない、温めも冷やしもしないし、一番いいのは動かさないね、それが一番治りが早いっていうことをお伝えしたんですけれども、はい。でそんなこと言いながら先週はね、練習してきてね、鴻巣の陸上競技場行ってね、痛みちょっと我慢しながら走ってきましたけど、なんとか走れました。はい。で、今日はね、慢性痛ですよね。慢性痛の時ね、どうしたらいいかなって皆さん悩んでる方結構ね、話聞くと多いんですけれども、結論から言うと正解はないですね。はい、慢性痛に関しては正解ないんです。はい。で、慢性痛、例えばそうですね、例えば膝が痛いとかありますよね、足首痛いとか腰が痛い。で、慢性痛の場合、じゃあそこに何が起こっているかっていうと、一つは、すごくやっぱり負担がかかっていて、そこに炎症が起こるような物理的な負荷がかかっていて、軽い損傷が起こっている場合っていうのもあります。それがすごい大きく分けて慢性炎症の、慢性の痛みの一つ目のパターンですよね。はい。でそこが実際に何かトラブルが起こっているというパターンがあります。でもう一つ、これっちが厄介なんですけども、もう一つのパターンとしては、実際はもうそこにはそんなに物理的な負荷はかかってないし、損傷もほとんどないけれども、痛みだけがすごい気になっている。で実際にそこを触ってみると、若干なんかほんのりあったかいような感じもしていて、炎症反応も起こっている感じがあるっていう場合があるんですよね。実際にそこに何もトラブルがないのに、炎症が起こっているっていう場合もあります。それが2つ目のパターンですよね、大きく分けると。はい。で、1つ目のパターンの場合、実際にこう、例えば、姿勢が、やってみると姿勢がまっすぐじゃなくてこう傾いてるとしますよね。傾いてる人にとっては、右膝と左膝比べると右膝の方が圧倒的に、負担が大きいんですよ。はい。歩いたりね、立ったり座ったりもそうですし、しかも関節がまっすぐ当たるんじゃなくて、傾いてる人っていうのはちょっと内側か外側どっちか片方に負担が集中するので、そこに炎症が起きやすいですよね。でそうするとそこは物理的にこう損傷ダメージがあるっていうことで、先週お話したような急性的なこうグキッとひねったとかっていう強い衝撃ではないけども、小さいこうダメージが蓄積されていって、そこにこうダメージが膨れていっているっていう場合は、温めた方が、回復が早いっていうのはあります。温めることで血流が良くなって、その組織を治す修復が早くなりますからね。はい。なので一般的には温めた方が、早く回復します。はい。で稀にね、それがちょっと傾きが強くなりすぎていて炎症がひどくなっているような場合は、触ってみると明らかにこう熱感というかね、熱くなっているような場合であると、一時的に冷やした方がいいこともあります。はい。で今度はね、2つ目のパターンですよね、厄介な方で、これは、そんなにそこの部分に損傷がない、ダメージがないっていう場合で、なんでこれで痛みが起こるかっていうと、今言われてるのはやっぱり脳の傷っていうふうにこれ痛みは言われていて、もうそこの怪我は治っている。例えば膝だったらね、膝昔すごい痛めて痛い思いをして1年間2年間こう痛みに苦しんだっていう方の場合だと、でだいぶもう1年2年経ってそこの膝は手術も受けて、痛みっていうかな、その部分気質的にはそう、組織的にはもう治っていて修復もされていて問題はないんだけれども、もう記憶として脳がね、そこが痛いっていうのが刻まれているので、ずっとそれ痛みを感じ続けちゃうんですよね。なのでそういった場合の痛みっていうのもありますし、あとは、その脳の傷っていう話だけではなくて、慢性的に炎症を実際に繰り返すっていう場合もあります。それは、そこに負担がかかって
いるわけではない。例えば、まあ、慢性炎症でいうとアレルギー反応なんかもそういうところに近いんですけれども、そこに本当に実際は問題はないんだけども、もう炎症反応をするっていうのがもう繰り返し繰り返し何て言うんですかね、そう、炎症反応がまた炎症反応を呼んでみたいな、悪循環になってしまっている場合っていうのは、そこに問題はないんだけど実際に炎症反応が起きてます。でそういった場合は実際触っても熱感があったりします。はい、そういった場合は冷やすのもありだなっていうふうに、はい、っていうのも冷やすっていうことで一時的にその痛みが緩和されるんですよね。はい、で炎症反応も遅らせることができて、なので一回その断ち切るっていうこうことができる意味で冷やすっていうのがいいっていうことですね。前回お話した内出血を止めるっていうような感じのその冷やすっていう意味合いではなくて、この痛みとか炎症反応のこの悪循環を止めるっていう意味で、冷やしてあげる。そうすることでその悪循環のサイクルがね止まることがあるんだそうです。はい、ですので、そういった場合は冷やすのもあり。で最終的にこうややこしくなってしまいましたけども、慢性炎症の場合、ね、慢性炎症の場合でいう と、正解はないっていうところに戻るんですけれども、やってみてどうかでいいっていうことですね。そう、正解があるんだと思うとすごい皆さん悩むじゃないですか。こういう場合はどうするのがいいんだろうかって思うんですけども、実際その答えは、じゃあその慢性炎症を冷やしてみてその人の場合は良くなるのか、それよりも温めて見て良くなるのか、で温めてみて良くなるんであればそれが正解だし、冷やしたことで悪循環が断ち切られて痛みが軽くなるとかねなくなるっていうんであれば冷やした方がいいっていうことになります。はい、なので答えはないっていうのを知っておくとすごい安心するっていうかね、あんまり悩まずに済むと思いますので、慢性炎症の場合は、そんな感じです。はい、ちょっと私も頭の中でこんがらがっちゃってますけども、はい、でそこで出てくるのが湿布です。湿布の話です。はい、でまたこれ皆さん湿布がね大好きなので湿布の話もよく聞かれるんですけども、またこれもね今日も長くなっちゃったので湿布の話はねまた次回しましょうか。はい、ということで慢性炎症正解がないっていうところを覚えておくとちょっと安心するんじゃないかなと思いますので、はい、実際にやってみてっていうのがいいと思いますので、はい、あんまり極端にね冷やしすぎるとか温めすぎるっていうんじゃなくてね、そこそこな感じでやってみるといいと思います。はい、ということで来週は湿布の話ですね。はい、じゃあお楽しみにお待ちください。では。